界なだに時流れ花ひとつ、その名は高すぎ上州の松下村塾総壁で思想掲げたありし日に安政時代に書院の薫陶を受けて資質道先人放って黒船に無念涙の敗退も規範示すも男なら幕末乱の世の中で魂捧げ灰の国病魔に倒れ若き新作もののふと歴史重ねて今もさら